あなたはどうしてここにいるの？眠ってるんだ。でも君は目を覚まして。ダメ、目が開かない。目を覚まして、君の大切な人が。来たわね。あなたをここに送ったのはシンフォね。あの子はなんて？夢は終わらせなければと。そう、あの子たちも叶わない夢のかけらのようなものだから。ここに来たからには願いがあるのね。あなたの願いは？右目のもとへ。対価はもうもらったわね。関係性、そして自由と時間。その願い叶えましょう。あなたを右目のもとへ送ることは許される干渉範囲内。私は願いを叶えるだけだから。けれどその先は。取り返さなきゃならない。必ず。では、行きなさい。夢は終わらせなければ。あなたが私に最後に言ったセリフね。クロ。慌てるとまた転ぶ。平気だもん。それよりカムイが先に一人で帰ってきたんだけど。メカ！やっぱり羽この地下にある。地下に降りるにはどうすればいいんですか？ダメよ。地下には許可されたものしか行けない。探しているものがそこにあるんです。地下にあるのは水だけよ。羽あるよ、この下。お願いします、教えてください！その子は眠っています。
寝てるだけで息が止まるかよ。眠っているのは魂です。なんだ。都庁を守っていた結界が消えた。今水底にあった力がこの中に取り込まれて消えた。あの力に引きずられてここで眠っていたはずなのに、なぜ目を覚まさないんだ。これの眠りに引きずられているのか。ソーラー、中に入っていいのは一人だけよ。水にさえ手を出さなければカムイは殺さない。シャオラン。邪魔だ、どけ。水の中なのに声が聞こえる。もう一度言う、どけ。水が重くて思うように動けない。それにこのままじゃ息が。お前、絵だろ。初めて会った時にも言われた。絵ってなんだ。知らないのか。考えを読まれてる。絵は餌だ。餌。お前、その技。お前の血を全部飲めば目を覚ますかもしれない。スバルは血。スバル。吸血鬼の双子。やっぱりあの男を知っていたのか。お前、技があいつと同じだ。東京にあいつの気配はしない。けどあいつを知っている奴が来た。もうすぐ来るかもしれない。スバル、起きてくれ。このままじゃあいつに追いつかれる。あいつも必ず殺す。その前に、お前だ。シャオラン。ダメだ、シャオラン君。触るな。羽は渡さない。すべて取り戻す。必ず。お前、違うな。Oh.
起きて。君の大切な人が戻れなくなる。大切な人。絵がそれほどの力を持つとはな。絵は血を糧とする者が食料として買う魂のない人の形をしたまがいの。お前が主人か。いや、まさかあのハンターのものか。スバルがあんな奴に血を与えたから。違う、彼は本当にいい子なんだ。サクラちゃんを守って羽を探そうと一生懸命で。右目の封印が切れたか。あれは捕らえたクローリードの血筋であるシャオランを元に作った写し身、羽を集めるために。羽をクロー国の姫に戻すためなら何事も厭わぬように、阻む者は全て排除する、そう作った。しかし本体であるシャオランは写し身に己の心を映した。その目に込めて抵抗する本体を再び魔力で拘束し、写し身の右目を取り除こうとしたが、さすがはクロウの血筋、魔力を込めた目を取り除けば写し身も滅する。本体と同等の力を持つ者は何度も作れるものではない。それにたとえ他者の心が宿っていても、羽を集めるという目的さえ違えなければ良いだけのこと。だからそのまま手放したのだ。時を読み場を読み、写し身がクロウ国へ行き、遺跡の力の鍵となるあの姫と出会うべく、道筋を間違いなく歩めるように。全ては決められた道筋通りだった。あの魔女が阻むまでは。左目を与えたことでシャオランの魔力は半減した。だから時が流れ成長し、フェイワンが施した幽閉の印を破れるまでずっとあの子は待っていた。己の自由と時間を対価として。フェイワンの魔力は強い。シャオランと同じクローリードの血筋で、彼に次ぐ力の持ち主。それにフェイワンは夢を叶えるためならきっとどんなことでもするわ。けれどそれを邪魔するのは干渉できる範囲を超える。私がフェイワンの元にいるシャオランに手を出せなかったのも同じだから、私も待っていたわ。シャオランが目覚める時を。でもそれは同時にもう一人のシャオランの右目の封印が切れることも意味する。もう一人のシャオランに与えた心がシャオランに戻ってしまうから。シャオランは間に合うのか。その魔女のもとにシャオランを送ったのはお前だな、シンフォ。お前の元を考えるとそれも仕方のないことかもしれん。それに所詮お前も失敗作だ。もう聞こえぬか。お前、これが人間じゃないと知っていたな。抑えてはいるが相当の魔力の持ち主なの。お前たちは心とか言うんだったな。それが誰かから与えられたものだということも知っていただろう。右目の魔力が消えかけてる。
別の世界から、あのハンターじゃない、もう一人のシャオラン君が来る。右目の魔力が消える。その心は君のものだ。君とさくらちゃんや君を愛する人たちで作った大切なものなんだ。だからなくしちゃいけない。あれからさっきまで感じていたのと同じ気が近づいてくる。この世界に羽はあれだけか。魔術を使うな。その目が魔力の源か。羽を取り戻すためにそれも必要か。都庁を守っている結界が消えました。地下貯水槽に何かあったようです。許可なく武器を持ってここには入れません。チェッ、なんだ。おそらくこの水の中にある魂の元へ移動したのだと。黒金、シャオランとパイが水から出てこないの。何？右目ももらう。そいつをよこせ。魔力の源は両の青い目、両方取り出せば用はない。よこせ。やめろ。腕が折れたのに。体の痛みを感じていないみたいだ。心の痛みも。シャオラン、プロガネ、ハイ。お前、小僧じゃねえな。気配が違う。けど違うやつじゃねえ。羽は取り戻す。必ず。ファイの感じがする。今のファイの魔法なの？こいつの魔力も食ったのか。羽を取り戻すために必要なものは手に入れる。邪魔者は消す。こいつはお前とあの姫のために変わったんだ。お前たちが少しでも笑ってられるように。聞こえねえのか小僧。大切な人。私の一番大切な人。
将来君。心の半分、俺が昔お前に渡したものだ。一度封印が切れたものを、その魔術師がお前に戻そうとしたんだな。その奪われた左目と共に。けれど、一度消えた封印はもうどんな方法を使っても戻らない。魔術師も分かっていたんだろう。それでもかけたんだ、可能性に。間に合わなかったようだな。シャオラン君、クロガレさん、ハエさん、モモちゃん。俺はお前の右目を通してずっと見てきた。お前が出会った出来事や人たちを、あの姫を一番大事だと思ったのは俺の心じゃない、お前だろう。俺がお前に心の半分を渡したとき、鏡越しに言ったな。右目の封印が解けて、俺の心がお前から離れるまでに、お前自身の心が生まれることに俺は賭けると。お前が過ごした日々と人たちの中で、お前自身の心が育つのを信じると。けれど、もし右目の封印が切れるほどの時が過ぎても間に合わず、お前に心がなければ、作ったものが強いるままにただ暴走を続けるのなら、俺がお前を消すと。大抵将来
ジョランか。羽は取り戻す。必ず。この世界にもう羽はない。なら、この世界にとどまる必要もない。次の世界で羽を探す。ごめんね。一番辛い時に目覚めさせてしまったね。スバル！よかった。目を覚まして。ごめんね。心配させて。早く次の世界へ行こう。待って。やつが追いついてくる前に行かなきゃ。お願い。待って。お前。その胸の門はあなたの母上を殺めた者の紋章だ。探してばかりの僕たち。